2020年自粛続きで1年が桃鉄ぐらい早い。いや、偏見じゃん。みんな桃鉄の感覚やと思うよ。ああ、そうかな。そんぐらい早い。桃鉄だって10年3時間で終わるから。早いな。いや、でも本当今年はそんな感覚でしたよね。確かに。もう12月、これもう中盤じゃないですか。いや、違うでしょ。そんな言ってないでしょ。メジャーデビューぐらいの時じゃないですか。あ、ちょうどそうだと思う。ね。もう一応これ頑張って、メジャーデビューと結果は出したんですけど。あとはなんかメドレーとか。ああ、これから盛り上げていけたら。これでやりますか。はい、年末に向けて頑張っていきますんで、はい、こっからね、1年分楽しませる気でいきますので、よろしくお願いします。どうもどうも、プライベートタテと、アリヒトと、ということで、今回は、人間の口の中から生きた蛇が摘出されたお話についてやっていきたいと思います。なんでそんなことが起きちゃうんだろう。それは食べたからいるのか、無の状態から蛇を生み出したのか、オロチマルみたいに。いやいやいや、いや、それはないやろ。無から言うはちゃうやろ。無から言うはない。うん。白田言う。まあそのね、詳しい話をしていきたいんですが、まあ僕らは口からシリーズとかね。確かに。結構やってますけど。目からシリーズ。はい。そんな中でも結構トップクラスにショッキングな映像になるんじゃないかと思っています。映像あるんですかい？気づいてしまいましたかい？かい？グッチ映像？グッチ映像ありますね。楽しみにしてください。グッチ映像あるんですか？あります、はい。ということで、衝撃的な手術動画が撮影されたのは、ロシア連邦のダゲスタン共和国であると。なんと、女性患者の喉から生きたままの蛇が摘出されたと。まあ一応画像をまず出しましょう。バルーン出すみたいな。そう。これ、ダゲスタン共和国のレバシ村に住む女性が体調不良を訴えて病院へ搬送された。女性は自宅の庭先で昼寝をしていた後に目を覚ますと、ひどい息苦しさを感じたという。検査の結果、確かに女性の喉の奥に何かが詰まっている。すぐに全身麻酔が施され、医師が女性の喉に詰まっているものを引き抜くと、なんと体長1メートル以上もある細長い蛇が摘出されたのだ。ってことは、入っちゃったそうだよな。はい、あと女性は何が入っていたか分からずに、うわぁ、息苦しさだけで病院に来てます。寝てたんだもんね。そうですよ。お腹の中で暴れなかったのかね。ヘビも困ってるじゃん。いやいや、困ってる。お互いいよ。ウィンウィンだよ、だからこの手術は。うん、だってもうヘビがもうエレンになるしかないわけです。確かに体を打ち合うしかない。まあそうです。それできない限り無理なんですけども、うん、はい、映像があるということで見ていきましょう。うわ。うん、え、もうヘビそれ。いや、これ違うんちゃうかな。カメラ、カメラ、カメラ。あ、カメラだ、カメラ。くだ。うわ、うわ、掴んでんだ。あ、でも細い。そうそう。いやいやいや、こっから。うわぁ、なんかの BGM だと。ちょっと感動させるような。Oh my god。おっぱいでかいな。うわうわ。ということで今のが出勤ぐらいでございます。うわ、すごい。まあ、でももっとでかいと思ってたの。確かに、もっと大蛇が。いやいやいや、けどさ、あのサイズでもやばくない？いや、まあ、違和感やばいよね。そうやで。朝起きて、朝じゃないか。起きたら、だって苦しいんだよ。で、あとウニウニしてるの分かるんですよ。そう。絶対声も音じゃみになってんの。大蛇が。どうも皆さんはこんばんちは。ということで、まあ、女性患者の喉に生きたまま蛇が詰まっていた。まあ、今の映像を見たら、あ、マジで詰まってたんだなってわかるんですが、昼寝をしている間に口から蛇が入り込んだと言いましたよね。1メートル以上ある蛇が、ずるずる喉の奥の方に入り込んで、で、それ、起きないで、で、起きた時に苦しいな、で、気づいてないことなんてのがあり得るのかっていう話なんですよ。で、地元のこのダゲスタン共和国では、蛇が口から入ってくるかもしれないから、野外で寝ないで、と、注意警告が出されてる始末なんですよ。この女性の事件があって以降ね。いや、なかなかないやろ。そう。だから、どうやって入って起きなかったのかっていうのは分からんけれど。いや、でも日常からそういうのいるところでは寝れないわ、俺も、絶対。今日日本にもいるじゃないですか。外で寝れる人じゃないでしょ、みんな。いやいや、山形行った時とか海で寝てるじゃないですか。あ、こいつは、だからそうだよ。あ、寝ましたね。空産系だから、こいつは。空産系ってなんだよ。他にもですね、はい、牛の口から垂れ下がる蛇ということで、こちら。口好きなんちゃう？口好きなの？いや、わかんないけど、その、入っ
っちゃうんじゃない。それで調べました、はい、蛇について、はい、蛇は変温動物に分類される生き物です。変温動物である蛇は恒温動物と違い、自分で体温調節ができないため、うん、外の温度に影響を受けます。そのため温度が下がる冬は体温が低下し、活動するのに必要なエネルギーが少なくなります。蛇が冬に冬眠するのはこのような理由があるからです。また熱帯地域に生息している蛇は熱を避けるために夏に眠る夏眠をすること、まあ、夏眠ですね、をすることもあります。浜ちゃんの奥さん、いやさ夏眠じゃん。でも俺さ、蛇入るじゃん、うん、俺さその蛇じゃなくてもいいんだけどさ、あれ長いもの取り戻すときにさ、途中に喉チンコとかある引っかかってさ、喉チンコとかも取れちゃったらどうすんだろうねって俺めっちゃ思うんだよね。喉チンコって取れるんだよ。そんな作り甘いのお前。お前なんかもうこんなペロンペロンってついてんのお前。いやじゃなくて、もっと例えば途中で蛇が、うんうん、うわハブっつって喉チンコ、喉チンコに食らいついて、だからもうよくアニメとかで見る風に飛ばされそうになって、みたいな。なるほどね。いやその分かるけど噛みついてない、あとレゴじゃないんだから、うん、ポロって取れたりしないしないでしょ。ということで以上が昼寝していた女性の喉の中に蛇が入ってしまったお話とその映像、そして考察でした。蛇飲む人いますよね、パフォーマンスで。あ、飲むっていうか、まあ食べる人もいるし、ね、てかあのバルーンだってあんなやってること一緒やで。あれバルーンは違うで。あれ確かストリックがあるよね。あ、ストリックあるの。そう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 。え、ここの辺まで入れてるわけじゃないんだ。入れてないと思う。マジ？そう。すげえな。いやお前純粋に楽しめるやつ。お前もうマジックとか全部信じてるタイプだよ。ということで、日本にも蛇が存在しております。はい、昼寝をする際には、もしかしたら、しかも今寒い時期ですよ。はい、蛇が冬眠してなくて、もし冬眠するときにね、あったかい場所だと思ってあなたの口の中を選んでしまうかもしれませんので、もうくれぐれも口を開けて寝ないこと、はい、そしてもうあとは外で寝ないことを心がけてください。はい、ということで、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。あなたはまた自分のことばっか、私だけがあなたを追い越して、I'm not afraid to die.